ランチャーマン怖すぎる。ちょっとランチャーマンめっちゃいるんだけど、2人くらいいるんだけど、そんな巨大な筒抱えてさ、そんなところから出てくる。いやもう、あ、ん、おお、あるね、角間がちゃんと。あ、いいじゃん。え、100発が何発になっちゃうの？150とかじゃん。これで予備マガジンなしの200とかになったら面白いな。まだちょっとアンロックできないけど。チームデスマッチ。さあ来たぞ、かかれ。スペシャルオプスは製品版までお預けだな。だな。フラッシュを使う。あ、いてランチャー撃ってきた。問題ない。問題しかないが。待て、ランチャーずっと構えてる危険なやつがいるぞ。当時モダン2一緒に遊んだフレンドに似たようなやつがいたんだけど、そいつじゃねえの？ずっと久しぶりの再会。ずっとランチャー構えてる危険。いやまだいる。上空に敵の UAV。 おい、ちょっとマジでこれキルした後でもミサイル飛んでくるから死ぬ。これでいい。ほらいやーマジで強いってランチャー。絶対相打ちになっちゃうよ、勝ち合ってもガン見されたら。あららら。手動剣を。早かったな今年も。今年もランチャーやたらまっすぐ飛んでる。そうだよね。これでいい。俺 RPG のさ精度の悪さは知ってるよ。あれ絶対まっすぐ飛ばれ、まっすぐ飛んだら運がいいねって感じ。知ってるの？ BO2 の RPG の迷彩解除でやったからな、 UAV を落とすって。おえ RPG で？ RPG でバレてんな。バレてるよ。ダイヤ迷彩取ったからな、ちゃんと。上空に敵のパーソナルレーダー。迷彩チャレンジまともにやってなかったわ。今までの作品で一回もやったことないわ。やったとしてもあれだ、トロフィーを、あ、ダイヤトル、ん？ダイヤトルフィー？プラチナトロフィーだっけあれ。ああを解放したぐらいか。あはん。って言ってもまあモダン2とモダンオフェアリマスターだけなんだけどね。痛い。これ全然来ねえな。ランチャーマン怖すぎる。ランチャーマン怖すぎる。ちょっとランチャーマンめっちゃいるんだけど、2人くらいいるんだけど、そんな巨大な筒抱えてさ、そんなところから出てくる。いやーもう1人いるんだけど。そんな段差の高いところからさ、そんなでかい筒抱えて飛び降りたら足首壊れるぞ。足首。いや、出会ってすぐランチャーに持ち帰ろうとするのやめろ。あそこに敵がいるんだよな。あれ死なない。いやでも行きたくないな、絶対ランチャー。ほらランチャー撃ってくる。ほらもうやだ。もうこっから出よう。え、パクろうかな、その先輩。いやー、嘘だ。めっちゃ下打ちされるんだけど。俺まだされてないけど。
俺別にランチャー使ってねえけど。仕留めた。派手だね。いや、ちょっと初めてだったランチャー持ってるやつ。あ、ね、最初からランチャー持って走ってくるやつ。恐ろしい。ずっとあれだな、奥の赤い家にこう。そうだね。グレーで死んでくれちゃうね。いいかな。待って待って待って。味方もランチャー構え始めたんだけど。何これ。まさにゲリラ戦とかしたよ。こちらファルコン20、了解だ。すげえな。おお、またでかい筒構えてるやつがいる。危ない。いやー、その近距離ならさ、ランチャー構えなくていいと思うんだけど。こちらファルコン20、パーソナルレーダーは消耗した。基地へ呼び戻す。これこのままじゃ、あの今作でいうモダン2のグレポンみたいな扱いになるよ。味方が UAV を飛ばした。呼吸のために引き返す。敵がもう来なくなっちゃった、こっちの方。俺スナイパーであれパスなんてやるやる。パーソナルレーダー、誰かが監視されている。えらいこっちゃ。野獣先輩。まだこのうちにいるな、誰か。暗い。明日だった。やっと変わったかな。来るんかさ。へえ。え ?32 対 32? あれそんなモード。地上にそんな来ちゃうんか。え、それ、なんとかフィールドだよ、それ。なんとかフィールド。こちらファルコン30。やだー。勝利を手にするんだ。はい、今回のデスの多分9割ぐらいランチャーだと思う。恐ろしいや。味方が巡航ミサイルを発射した。ああ、画面が揺れる。ああ、味方もランチャー構えてる。ランチャーパクリ始めた。もうめっちゃ下打ってんじゃん。いやランチャー使って味方めっちゃ打ってた。敵も味方も正規末なんだけど。すごいな。ほらこれ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 こい。ああ、下打ちしてしまった。ああ、ひで。ダッシュで素早く射撃なんて神アタッチメントがあるじゃねえか。お？またよからぬこと考えてんだ。わかる。え、ダメージが増える弾とかあるけど。え、ああ、連射が落ちるんだ。カスタムだよ。ああ、あれか。連射落ちて反動制御つけてみよう。あ、つけれねえ。枠がねえ。あ、バーチカルグリップもつけれねえ。ダメだ。これ枠増やせるパークとか出るのかな。まあ、なんか出そうだけど、もともと5枠カスタムできるからな。なんかその辺のまたパークの自由度が上がったらさ、もうサブ武器もあらゆるものを取っ払ってさ、メイン武器、アタッチメントマシマシな武器をだけで出撃するとか。でもなんかね、モダンそんなに、なんだろう、そこまで自由なアタッチメント拡張はなさそうなんだよね。おそらくは。おそらく。あ、アタシンチ。仲間にアタシンチがいるよ。懐かしい。
動権を取ったぞ。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。やばい。パーソナルレーダーを落とされた。偵察ができない。あ、そっか、今爆破ダメージ軽減のおかげか。助かった。上空に敵の UAV。 あら、このマップ嫌いだ。このマップ、まあ好きか嫌いかで入れて言われればちょっと。 UAV が離陸可能だ。こちらジャナー30、了解だ。ああ、10対10はしたくないね、ここで。うん、わかる。これちょっとね、激横になっちゃうわ。元気よ、こんなっちゃう。あぶねえ。スチール安心、リロードさせて。ゲイ、ちょっとね、このままなんとかサポートヘッド呼びたいんだ。だいたい呼べないんだけど、だいたい呼べないんだけど、LMG の弾の豊富さなところを生かしてね。うん。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。おお、いいよいいよ。上空に味方が。うん、無理なんだよな。連続11キルか。いや、15キルとかもっと夢のまた夢だな。ジャガーの音。られてる。攻撃を受けてる。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。目立つぜ、ここは。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。モダンはもういかに目立たずに巧みに敵を倒していくか。あ、デルディア先にやられたけど。上空に敵の UAV。 陰キャになる練習をするんだよ。あ、敵の巡航ミサイルが来る。身を隠せ。味方が巡航ミサイルを発射した。あ、下手くそ。危ない。巡航ミサイルむずくね。むずいよね。あ、やばい、もう開始時のような。我々のスコアが半分に達した。EMはできそうにない。この調子だ。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。リスポン変わったね。ああ、サポートヘリはいるんだよな。パーソナルレーダー。パーソナルレーダー。ドアにぶつかってるつもりはないのにガジャゴンってやめましょうと立てるんだよな。UAV が離陸するのだ。こちらジャガー30、了解だ。 UAV が旋回を。一人倒した。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。え、パーソナルレーダーは燃料切れだ。ほんとヘッショ秒で解けるな。あれだ、またデスストリークが溜まってきてる。やるんだよ。うわぁ、うわ、いやいや、反通しね。ほんといいところで横槍が飛んでくんの、ほんと。
そんなこと言ったら50対50対50とかそんなこと言ってらんないぞ。横槍まみれだぞ。わかる。はい、僕あと2キルでヘリです。応援よろしく。頑張ってくれ。くるよ。めっちゃ噛んだけど。あれ、あー眩しい。ちょっとね、まだ55ポイント、56ポイント、まだこれなら大丈夫。これは俺は陰キャになる。え、どっから？敵どこ？敵ね、ちょっとこもり始めてきたかな。ダメだけど。危ない！危ない！俺余計なとこに盾置いちゃったな。よっしゃ呼べた。いいじゃん。で、何がどうなるんだろう、これ。さっき使ってなかった。いや、さっき使ってない。初めて。ああ。よっしゃ。こういう時にまだキルをさ、積み重ねることができたらさ、あれ、俺、ジャガーノートいけるじゃんって思っちゃうよね。コストでは切る加算されないです、うん。まあ今もうアグレッシブに動くようになっちゃってるから意識の問題だな。あぶねえ。全然いいなこれ。ヘリガンダーよりこっちの方が好きだな。うん、プレイヤーも動いてられる、まあ、動き続けることができるから、ね、まだ飛んでるよ。音がすげえ。敵と合わねえ。こっちリスポーンじゃないの？合わない。あ、これは俺。ミッション完了。最高の結果だ。お？お。おお。わ、一？二。この前に一人やってるんだ。はい。まあ映してくれないけど。キルでやばいけど。やったぜ。すげえなヘリ。